久保さん、ですね、インスタで DM が来まして、なんか2ヶ月前ぐらいに買いたいですっていう。で、なんか上司と相談しますんで、僕2000万ですって言ったんですよ。で、じゃあ上司と相談しますっつってね。で、なんか、昨日か一昨日メッセージ来てて、気づかなくて。で、なんかこんばんはって入ってたんですよ。で、すいません、メッセージ気づかなくてどうされましたって聞いたんですよ。で、そしたら来たのが、なんだっけな、来てたのが、あなたの値段はとても高いと思いますって。それかいみたいな。久しぶりにメッセージね、なんかすいません、なんか僕としては、ちょっと欲しいんですけどって来るのかなと思ったら、高いと思いますみたいな。まあ何が言いたいのかっていうと、まあ久保さんも言ってましたけど、キット2000をね、普通に持ってったらね、多分散々たる結果でしょうね。まあ、僕の3、4に関してありがたいことに市場全体のボリュームが上がってるので、まあまあまあな金額で、ね、まあ2000万は、まあ僕は、業者と同じ価格設定にしてるので、業者からすると高いんですよ。でも業者はその値段で売ってるんで、もう一度言いますね。業者からすると高いんですよ。でも業者はその値段で売ってるんで、僕もその値段にしてるだけで。実際にカーセンサーで23万キロ走ってる GT-R34、僕と BNR34 ですね。これ2000万で出てるんですよ。それに設定してるんですよね、一緒に。それは業者から見たら高いですよね。だって業者を上乗せして売んないと利益出ないんでね。だからまあね、個人から安く仕入れたいってことで業者さんが来るんですけど、まあ業者と同じ値段で出してますから、それは高いですよね。だから業者に売ったとしても多分、まあ多分700ぐらいだったらまあ多分売れると思うんですよ。23万キロ走ってたとしても700万だったら売れるかなっていう。まあ走行距離のあれがあるんで一概に言えないですけど、まあ今の相場感覚から見ても700だったら売れるんじゃないかなと。まあこれ実際今度来年ね、トラスト企画っていうところに持ってって、まあちょっと動画撮れるかわかんないですけど、まあ許可得られた動画撮って、まあ実際にそのいくらかっていうのを査定してもらいに行こうかなと思うんですよ。そしたら、トラスト企画さんはこれぐらいで買い取りしてくれるんだってわかるし、まあ、ちょっと行ってみたいんで、結構動画撮ってますから、そこも。だからさ、誰にとって高いのかなんですよ。これが結構大事で、多くの人は、結構周りを見ちゃうんですよね。じゃなくて、その人に付加価値を売ればいいんで。だから結局僕も今回120万、ぶっちゃけ言うと、まあ、一般的に見ると高いかもしれないですよ。だって塾の相場30万円ぐらいですから、ネットビジネスの塾なんか。だから4倍ですよね、120万っていうと。だから、まあさすがにちょっときついかなと。ゼロあり得るぞと。しかもこれ対面じゃないですし、ネットでこう売っていくのっていうのは僕も初めて売りましたけど、売れたんですよ、実際に。で、実際決済があったのが、3人か。3人ありましたね。3人、123人ですよ。まあもちろん一括ではないですけどね、分割とかですけども、まあ3人なんで360万ですか。はい。だ他の入学願書出した方は決済入んなかったんで、決済入ったのは3人ですね。360万。まあ本当はね、1000万ぐらい行きたかったんですけどね。まあっていう。でも3人ですよ。で、3人で360万でしょ。でもその3人は、価値を感じてくれたわけじゃないですか。もはやね、久保さん、びっくりしたのが、一人決済した人がね、応援してますっていうね。これからの吉谷塾長の成功をお祈りしてますみたいな感じ来ましたからね。そう。いや、お前が頑張れよって言いたかったんですけど、まあありがとうございますって感じなんですけど。まあでもその方はもういろいろ買いまくってる方なんで、僕がどれだけ本当にやりまくってるのかっていうのが価値を感じてくれてる人ですね。今までいろんなノウハウを買ってきていろいろいなくなってって、これを一人でやってるっていうのは鉄人だっつってね。で、価値を感じてくれたんですけど。そう。あと昨日か、昨日まあ、特典でコンサルつけてたんですけど、コンサルやって、まあ、すげえ喜んでましたね。うん。まあ、実際でも、昨日コンサルしたやつをやってもらえば絶対変わるんで、もう一発、1回だけですよ、まだ。今回、特典で100回チケットみたいな、特典100回チケットをつけたんですけど、1回使っただけでもう、めちゃめちゃ喜んでましたね。うん、全然できてなかったんで、自分では分かんないところですよね。で、自分では分かんないところを、いや、こここうですよね、こうこうですよね、いや、ここはこうした方がいいですよって全部バーって言ったんで。うん。そう。だからまあ、僕とか久保さんがやってる方法っていうのは、少ないアクセスに対してどう打っていくか、カスタマイズしてどう打っていくかっていうところにかけてます。なんで、数を取りたいんだったら、他行ってくださいって話です。で、数取り合戦は正直、僕は難しいと思います。数取り合戦は。あなたがユニクロとかね、100均の商売ができるんだったら別ですけど、僕はそのビジネスやりたくないので、数取り、まあ、数を大量に作って安く、市場価格を安くして、で、大量に売って、大量生産して、大量に売って、利益を出していくって感じですよね。で、店舗数もいっぱいやってっていう。そういうビジネスをやりたいんだったら、まあ、やればいいと思うんですけど、僕はもう小規模ですね。小規模。うん。で、カスタマイズして、ちゃんと、単価を上げて、利益を上げていくと。しっかりと。まあ、会社の売り上げからすると、ね、じゃあ3人に売りました、360万です。まあ、会社規模にもよりますけど、まあ、従業員がね、10人ぐらいいて、月間360万の売り上げだったら赤字なんで、それはもう少ないですけど、僕はもう1人でやっていくので、十分ですよね。どうすか？サラリーマンの年収がね、200万、300万言われてるわけじゃないですか。もう一撃で360万ですよ。ね。まあ、一括では入ってないですけど、だから一撃で360万にしておきましょうか。いってらっしゃい。